ランチさん、おーやっほーいけそう嬉しい、トロロンこんばんは、死にたいさん、死にたい生態さん、難しい名前、こんばんはこんばんはさんですよこんばんは、さなちんさなちん、初見です、ありがとうございます。しげさん、ポストイット勉強のやつ、そう弟の勉強のやつうーん待って流れちゃった。ジュリアさんこんばんは、カバニャンさんこんばんは、リオトさん初見です、こんばんは、ありがとう、全くこの時間までずいぶんなかった、ほんと？ゴンちゃんやっほー、リュウセさんこんばんは、オクパパさんももんがももんが、レンちゃんこんばんは、久しぶりと、透き通るって歌詞で検討しておきます。カネックさんこんばん、ゆうちゃん誰それ、カバニャンさんキャハハハ、レナキュンさんこんばんは、あこんばんは、ジュリアさんありがとうございます、ふとくんおお来てよ待ってるよ、うーわかんない、こんばんは、うのうさんこんばんは、にゃにゃさんこんばんは、ガタガタさんこんばんはです、ダイダラさんだるまありがとう、ありがとう、ももちゃんこんばんは、16日のイベントめっちゃねえ、とみきさん来ないなって思ったよふーさんこんばんは、ダイダラさんありがとう、バーティーさんこんばんは、トールまでトールはもう奥村氏とみんなの顔は顔ちょっとわかんないかなゆずきさん浮気だって、まこたんこんばんは、検討やなくて透き通るんで面白い俺は桃だけしか好きじゃない、ありがとう、猫亜美さんあれ小学生、あれ小学生じゃないわ、あ梅ちゃんだねシェルさんこんばんは、初見です、ありがとうございますプロポーズすごいね、フルタクさんあこんばんは、この前は来てくれたね、かゆうさんこんばんは、ソフィーさんバラありがとう、あこっちかカメラありがとうバラ、あさえさえこんばんは、キョロちゃんいやーとんでもないありがとう、生茶さんこんばんは、今日ひまりにひまりつじゃひめじに会いに来た、会いに会ってきた、いやもう行きたかったな握手会、フルタクおっす前髪疲れてる、やばいけどさっきお風呂入って何もしてない乾かしたやん、何もセットしとらん、ちょっとまあいっかね、俺あと3年は結婚の毛の字もないんだよ、どう思いますかあなた、あと3年は結婚の毛の、あれあと3年は結婚の毛の、あ年的に大丈夫何がって感じだけど大丈夫トールンありがとう、待って今日もすみやくんありがとう、う梅ちゃんわかるよみさきさんこんばんは、オルルギさん初めてじゃないでしょう、タツン坊やだから、タツンね子供だからももちゃんかわいいな、こんばんは、エンゾーさんありがとう、サイちゃん7日来るってよ、ほう嬉しい、みんな喜ぶ、7日ファンミ初参加します、やった、あのね7日はねファンミじゃないんだよね、エンゾーさん何これ、あリンゴ飴、リンゴ飴ありがとう、お祭りだ、大丈夫だよゆずちゃん、ポークたまごさんアイスありがとう、なんなんこんばんは、すぐるんまさやさんやっとねえ、めっちゃ嬉しいんだけど会えるの、フルパワー 100% 中の 100% できたわ、おおわらわらさすがね、バッドホップのね歌ね私聞いてた昔から、なんて歌だっけな、ライフスタイルライフスタイルだっけ、ちょっと名字、名字じゃないや曲名の忘れちゃったんだけど、カバニャンさんありがとう、カウントスピンの波行きたい、そうなんだ、サヌチン栃木に住んでるの、ひめちゃんと一緒だね、
1月の握手会行く姫の剣がね。いや行きたいけどさ行けないよね。なあ誕生日なの、なんなんおめでとう。誰がさんこんばんは、おもちゃんやさん、キロちゃん勉強頑張って、まさやさん、ローラスケッツ練習行ったの、ローラスケッツローラスケッツは行ってるよ。驚きさんくもありがとう。あ、まやちゃん、やっほー、おはよう。あ、ドルキさん、またね、バイバイ。ゴンちゃん、よろしくお願いします。ハッピーバースデー。いいね、自分で言うの。ゆずきさん、優しい。たつに、ワクタマガさん、こんばんは。初ワンマン、おめでとう。ありがとう、トリガさん。俺子供だけど子供じゃないといけない。いや子供だよ、たっつんは手で大きいけど。チケット買えるようになってる？あ、そう、なんか発表したって言ってたかも。ファンミじゃないのか、ファンミは別でやるのか、なんかファンミじゃないんだけど、なんかなんて言えばいいのかわかんないんだけど、なんか今までの初めてみたいな。あ、ありがとう、しげさん。ペコ太郎さん、バラありがとう。あ、ありがとう。バラバラ、あ、クパパさん、それサンマじゃないの？サンマだよね。いいね、おいしそう。俺らの音楽はライフスタイル。なんやねん、それ。バンチさん7回行ってみようか。え、来れるなら来て。会おうよ、会おうよ。ダイダラさん来たいけど、なかなか辛い。そうね、ダイダラさん来てほしい。ヒメリの怖く、並んで怖くあげて、モモネが当日券買える。何言ってんの。何ガッツリ手伝い。バレるでしょ。モモたん8月7日ワンライブワンマンム出る。ともゆきさんハートありがとう。ちょっと待って、イベント行けなくてごめんね。来てほしい、ティフであった以来ね。こんばんは、あ、ゴンさん、こんばんは。キツネのゴンさん、手だけじゃないで身長だってもうねやで。でもタツン顔が赤ちゃんじゃない。ももちゃん、ショールーム見るために起きてきた。寝ないで。ハロウィンのコスプレ決めた？決めてない。何がいいと思う？もうチケット買った。おー、マシューさんありがとう。タンクロックライブって響きいいよね。ね、ね、ね。僕のファンさんありがとう。タワー。ポタマさんありがとう。ありがたわ。ありがとう。嬉しい。ちょっと待って、お腹痛い？温めてください。たっつん45分のライブをどう組み立てるのかったの。どう組み立てるんでしょう。珍しかった。サンマはね、さすがにね、頭痛いけど、うん、お腹痛いけど動くのだれですけど、頑張れ。とめきちゃんありがとう。スーさんありがとう。こんばんは、はじめまして。あ、ライフスタイルの歌詞だわか。弟が聴いてて、それいい、いいやんってなって、そしたらバッターホップだったね。はい。はい。違う、いけないの？ 10 月いけないの？谷川さん。ガビーン。スピンドルさんルームから本当にたくさんの応援ありがとうございました。とんでもないです。今日カラオケ行ってきた。行ってきた？いいね。岡崎さんいらっしゃい。手をつないで歩く。うん、もうねが消耗する、消耗だって。忙しい。タッツーねえ、寝ないで寝ないで寝ないで。サトボーさんこんばんは。タッツー赤ちゃん、でもなんか初めて会ったの日の写真見たけど、写真っていうかなんかなんかでも大人になったよね。何ヶ月間で経つ。
いえいえ、ゴンさんありがとう。サキュバス？何サキュバスって何サキュバスって、メンツ？チケットってもう買えるの明日からだと思って、あ、25じゃないの？え、買えるってなってた？じゃあ買えんのかな？25って言われた気がするんだけど。すみれんこんばんは。ポクたまごさんイベントね、来てください、時間あったら。今見たらチケット買えないや。フライゲ失敗？謎やね。温めたらお腹治った、早っ10月7日がめっちゃ楽しみ、イエーイ。弟とは仲間になりそうね、ぜひなってあげてください。レナザンバルありがとう、ありがとう。10月7日幼なじみの誕生日なの、すごいね。一緒に連れてくればハロウィンファンもコスプレコスプレしたい方はぜひ一緒にしよう。10月7日仮装、何しよう、仮装何がいいと思う？はるなさん、はるな、はるなって呼んでいいんだよね。久しぶり、会いたかった、ありがとう。もうね、すげえ丸、なんか星になってるよ、タッツ。何にしてる感強いんだけど、何してる、バカにしてる、何コスプレ、あ、コスプレ何がいいかな。ハロウィンのだけ今変えた、ほんとコスプレどうしよう、コスプレ何がいいと思いますか。武田雅さん久しぶり、こんばんは。2部のね、今日の服どんなのですか。これはジェラピケのパジャマなんですけど、ファンの方にタケちゃんにいただいた。でもタケちゃん今日いなそう。もうほんと肌触り最高。待って、サイサイ久しぶり、ももちゃんね、会おうよサイサイ。なんかまともに話してない最近ね。丸にだけなぜか変えたなんでだろうね。えお願いします、ありがとう。しげさん7日俺泣くわ。なんでなんで、どうして、ゆずちゃんどうして。ももちゃんの個別はいつあるの。何個別ってん？コスプレ何しようかな、何がいいと思う。2部のアフター売ってるのね、売ってるのかね売ってる。サキュバスって何だからバスの格好ってこと俺働けないからお金ないんだけど。タツンが笑顔ならそれでいいです。サリシアンさん、ももちゃんこんばんは。キャモカありがとう。サリシアンさん行く行く詐欺してたからさすがに今回ね、行く行く詐欺しないで。バンチョさん待っとりますから。キミヤ、キミヤさんこんばんは。バカだよは、まあ、そんなことだろうとは思いましたけどね。タッツ呼び捨てにしてくれて覚えてる、覚えてる、ありがとう。はるな、あ、ナースお風呂、もうさっき入った、まだ生きてます生きてください。だいだいさんお気に入りなの、え、すごいね、もう好き気持ちいいの本当に、あの肌触りが。犬たちも喜んでる一緒に寝るんだけど。デビル子が可愛いと思うの、あ、デビルの、デビル仮装いいね。千織、あ、千織ちゃんこんばんは、ヤッホー。さえちゃんの顔めちゃめちゃ湧くらしい。え、そうなの？もう2ヶ月ぶりに。あ、そんなん経った？約か。そうだね。久しぶりに会えるの嬉しいね。ティフで初めて、うらちゃん。あ、うらちゃんこんばんは。はじめまして。ティフで。ティフで初めて見て。ありがとう、うらちゃん。かなり綺麗になりましたね。ほんまですか？バス。サンキューバス後で、オッケー。何サキューバスって。7日の会場のキャパどれくらいなんだ。あれじゃない？渋谷グランド？グラド？グラード？
なんか GLAD って書いてあった気がする。立つんだけでいいよ。アイカレオタです、よろしく。あらちゃんよろしく。俺なんでコメントしようとしてる、何頭の中の考えをコメントしてるんだ。先場所日本語だと何何なんとか夢って言ってセクシーな、あそうなの。ムーンさん、ムーンディーさん、アニハセヨグラ姫プレゼント喜んでた。姫にプレゼント何。ふわふわ、そうふわふわ、これ生地ふわふわです。犬も喜んでます。ワンちゃんもさ一緒に250って学部。パジャマの袖伸びるってでもね、伸びるとかさマシュマロみたいなのヒューンピン、わかる。わかる。あのね本当にねやばい、なんていうの、生クリームみたい。意味わかんない。そうめっちゃ久々配信ロスやったん、ビャジャラロスやった。ありがとうのす、私もそのパジャマ買おうとね、ぜひとか言って。やばいよ、サッカーまだ応援してるの。サッカー応援っていうか好きですけどね。てかあのなんなんがあのスパイクじゃないや、トレシューくれたんだけど、ボールがなくて、まず弟に言ったらボールなんかないって言われて、で今度弟とやりたいねって話してたんだけど、ボールがないんだよ。ボールだね。たきちゃんセンスいいね、かわいい。そうめっちゃかわいい。ハトバスのコスプレしてる。ハトバス、ハトってこと、えバスってこと。移動大変そう。テンダーさんこんばんは。広島ね、広島ね、広島といえば世界の片隅で、この世の片隅でだ。すごい良かったですね。さえちゃんから LINE 来たんだけど返してあげて。返して。そうこの前ライブしました、延長戦のチケット取れたから今取っといたわ、明日のまま取ればね。えありがとう。えバンジョさん待ってるね。お話ししましょう。え違う違う、何何何プレゼントって、マシュマロ、マシュマロみたい、心地はめっちゃいいよ。タツお揃いにしようよ。セブンイレブンの白束好きだね、めっちゃ好き。あのね他のねコンビニとちょっと質が違うの、ちょっと分厚いの、なんか生クリームなんか、いやベトベトじゃないの、サラサラだよ。この回この配信は何時に終わすの、終わす予定は30分。もう可愛いな、ありがとうよとか言って口癖。え何の話だっけ。タカさんこんばんは、ボール返ってた、いやボール要求してないから。誰かポール、ブルー、モーちゃんにバランスファスして。フミリ好き、モモも好き。黄色い観光バスが、あとは知っとるよ。あ、世界の中心で愛を叫ぶ大好き。なんかお姉ちゃんがそれ好きで、ずっとちっちゃい時から、ちっちゃい時から、中学校の時とか見てたよ。あつしさんこんばんは。あきくん久しぶり覚えてるよ。もちろん覚えてます。こてつちゃん、ひめかちゃんは、ひめかちゃん、ひめりちゃんかな、ひめりちゃんはいません。もちもち、そうもちもち、チョコマシュマロ見るとももちゃんで、ね、ありがとうまゆちゃん、あ食べたよ、なんかね格別に美味しかったよ。冷蔵庫入れてね、チョコマシュマロね、ちょっとチョコがすごいパリってするの、それも美味しくて。ありがとう。どんちゃんこんばんは、またね。この世界の片隅で TBS、 そう相変わらずマッサージ、まったりね、まったり大好き。ひめりちゃんは家にいいんじゃない。わかんない。こないだスピンのトーク前のイベントの時渡したの、あそうなの、全然聞いてなかった、わかんないな。もう一度ブランド名教えて、これ
ジェラピケです。ジェラピケ、ジェラピケサイちゃんにお書いてなんでなんで先週誕生日迎えて18歳になる。あ、アキくんおめでとう。ももちゃんの配信見れられる？本当ありがとう、パパさん。食事中セブンの冷凍100円餃子マジで食べてほしい。コスパ、え、そうなの？100円なの？でもね、この間ね、弟がなんか好きなチャーハンがあるんだけど、冷凍食品のあれ一口もらったらめっちゃ美味しくて、どこのか忘れたけど、なんか黒い袋に入ってて金で文字が書いてあって、それは美味しかった。知らなかったはずら。まあね、確かに黄色って思ったでもハトバスは聞いたこと。ももね、ひめりと広瀬ずどっちの方が可愛いと思う。いやね、あの可愛さ違うと思う。なんか広瀬すずちゃんはなんか綺麗、なんて言うんだろう、なんか違うよね、種類が。さきさんにもらった CD ぜひ聴いてください。バンチノーブーさんこんばんは。そう、久々ももちゃん守護キャラしてる。守護キャラ、守護ちょっと中国語みたいになっちゃった。守護キャラ、なんか聞いたことあるけど分かんないかも。あ、ちっちゃいやつだっけ。久しぶり見たら元気出た、イエーイ。たまゆきさん、昨日の水槽食べたいわ。もうね、それ本読んでて昔に、いいよね、感動して。この間映画見て、あの人物の実写化ので、あのいいよ羽生みなみさんかわいい。広瀬すずちゃんのガチ恋っていけると思う？え、どういうことすずちゃんに本当に恋するってこと？しちゃうでしょ、あれは。でも大好き。あ、キャラちゃんお疲れ様。コメントするの忘れるぐらい画面で何、画面集中してる。何、バルサ、バルサの、何バルサのって、バルサ？サッカー？ママの好きなブランド？好きなブランド？なんかこれといってもあんまりね、何？こだわりなくて、全然いい、なんか全然物で決める。あ、これかわいいなとかここ、これが、このブランドだからこれを買おうとかではない。でも、なん全部好きです好き。ともゆきさんハートありがとう。ひめりと写真撮った時かな、てかももちゃんの写メ最高すぎる。え、なになになにえ、なに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 、なんか撮った、ひめちゃんとなんて、トールンと意思疎通、意思疎通、意心伝心できてない。なになになに、なんだ黒い袋のチャーハン、めっちゃ美味しいってば。あ、そうなんだ、エキストラいいね。広島私もね行ったことあるよ。ひむりでしょ、ひむりの方が可愛い。いや、ひむちゃんはもちろん可愛いけど、すずちゃんも可愛い。可愛いってかなんかいいよね。なんかももちゃんは黒猫とか似合うと思う。あ、なるほどね、なるほどね、黒猫やってみたい。ももちゃんって指輪のサイズなんか、え、知らない、何号なんだろう。え、何号わかんないでも小さすぎず大きすぎずみたいな感じじゃない？標準かな、標準。あ、あゆみちゃん、あ、あゆみちゃん、やっほー、来るのギリギリすぎてね、ありがとう、来てくれて。確かにもう24分なんだ。めっちゃ前すぎたけど、あ、めっちゃ来てるのさ、ありがとう。ゆみちゃんこんばんは、ありがとうね、ありがとう。シゴキャラアニメだよ、今判定した。あ、そうなん、いい、なんかさ聞いたことあるけど、あれだよね、ちっちゃい子たちやばい、調べとくね。モモの方が可愛いこのゆみちゃん、ありがとう。
梅木さんあたりがしずえすずちゃはやふるの間に合ってちゃはやふる見てないんだ。でもさっって感じ。あとはなんか言ってたっけ、なんかさ名台詞みたいな、名台詞じゃないな、決め台詞があればね。でも最近ハマってる決め台詞はなんかあって600、文句があるなら私にどうぞっていうのをよく家で言ってる、家で言ってる。赤ちゃん久しぶり、覚えてるよもちろん。南様って感じだよね。もうな、もうね見ても元気出た出ないわ、早く寝たいんだけど。嘘かい。はるなちゃん、はるな、うん、おやすみ、ありがとね、夜遅くにごめんね、ありがとう、おやすみ、ぐんないいい夢を。君の水槽食べたいのアニメ映画、見てんの見てないの見たいの。世界の中心でモモ叫ぶゆずちゃん、なんやねんとある。画像悪くてもお姉の顔汚いんだけど、マジでこっちが問題点、こっちが問題点、嘘、こっちが問題。モモちゃんが、あーなんだっけなあれだよね、今井花ちゃん、今井花さんのスモーキングキリズの T シャツ着てて欲しくなった。めっちゃ可愛いよねあれ。白と黒があるんだけど、どっちも可愛いし、大きいからサイズが、もうワンピースになるぐらい大きく、男の人でも全然着れるよね。あきくんね、会いに来て、何でも訳せってか何でも訳せとは言ってないけど何でも嬉しい、好き。一心伝心できたら逆にしたいじゃん、一心伝心。ノースくんスピンド好きねノースくん愛あるよね。トルルン、あははごめん、ことね、ことね、はい、何こんちゃん、ことね、はい。黒猫ヤマトのコスプレ、いやマニアックだなむずいし売ってないでしょ。次の展開で測ってみようぜ。あ、爪、あ爪じゃないよ指、え恥ずかしくない、指のサイズ測る、そんな細くないし。ひめりって可愛いよね、可愛いよ。もう26分27分、なんかこっちの時計遅れてる。あゆみちゃんありがとう、やったアカウント一周できた、ありがとうキャラちゃん、カウントありがとう。調べてくれるの、うん調べる。瀬尾早見、あ瀬尾早見、千と千尋、シャニー見に行きたい。なんかねいい感じ、高校とか思い出した、響きのやつじゃん。そうお前、おまんら許さんぜや、誰なん、誰の決め台詞覚えてる、くしょ、はい。ヨッピーさんはじめまして、はい自己紹介します。ローラースケート履いてダンスしてるアイドルグループです、のスピンドルのモモです。ツイッターとか見てくださいくれたら、いろいろ知れるからっていう感じですね。はい、天然モモですね全然天然モモないよ、とりあえずデートしようか、うんデートね、旅行行きたいな、旅行最近分からんけど俺もがした、じゃあこっちのセリフ、あこっちのセリフじゃ、ありがとうゆみちゃん嬉しい。待って待って、ピアス開いてる、なこっちの軟骨とこっち1個ずつ開いてます。あ3人で配信しないとって思ってる。30分になった、こっち29分なのまだ。待って延長しかないよね俺待って、だってあの世は見てねえぜっていう気持ちが好き、そうなのたまに。ちょっと待って、え良くなった、あ、画質綺麗になった、おーよかった。はあ、よかった。カズさん、はじめまして。え、32分、今30分、画質もよく、え、今画質良くなったの、
え、どうしよう。自己紹介。ももです。ローラースケート履いて踊ってます。軟骨開いてます。画質が綺麗になった。TikTok ね、恥ずかしいな、恥ずかしい。恥ずかしいけど、姫ちゃんのでたまに出てるのね、私。恒例のラザイ。何度飲んでるの？待って、じゃあさ、ちょっと延長します。綺麗になったから、45分までにしよう。よし、OK。綺麗な顔が綺麗に映ってる。よかった。もう一回自己紹介して。ももです。ローラースケート履いてます。ありがとう。いや、TikTok はや、はずい。だって恥ずかしいし、難しいし。山ちゃん、こんばんは。軟骨は開けてもらった。とね、ももは軟骨の方が痛くなくて、軟骨薄いの。軟骨の骨が小さくて、薄くて、パチッて開いたんだけど、逆にこっち耳たぶの方がプニプニしてるから、なんか、あのこうやってカッチャンってやんじゃん、むにゅーってなって痛かった、こっちの方が。で、と年は19歳です。あ、マチャポンさん、待って、コメントがちょっとね全部読めてないんだけど、ごめんね。好きなローラースケートのブランド、でも何でも好きです。好きな、なんかあれだよね、ローラースケートとか出てるから見てて楽しい。可愛いからいいよね。可愛いからいい。最近私のピアさん、なんかもう一時期あって塞いじゃ、なんかこことかつけちゃダメだったから、なんか塞いじゃってすぐ、でも思いっきりまたブスブスさした。恋してますか？皆さんにしてます。ブランドって言葉知らないでしょ。知ってるわ。ムニュンってリアルで言って、そう、痛かった。うちさん、こんばんは。ももちゃん、ティクテック、ティクテックで、ね、ティクトック、ほんと？いや、なんかはず、なんかやっててね、だんだん恥ずかしくなってね、閉じちゃって、この間アカウント作ったのに消してた、間違えて。でもね、たまにやる。セグス？制服姿？ほんと？インスタ？あ、ありがとう、トール。オールエスローだけで。いつから？私は2年前ぐらいかな。来年成人、そう。カズさん、カズくん、ありがとう。ももちゃん、自分でやっちゃうの、自分で。そう。あの、痛みに強いの、私。そう。なんか、痛い。って言われても、痛いって言われても、痛いのやられても頑張った。立つんです、中学生。すごいね、中学生。とりあえずずつピアスね、させればいいよね。柔道着似合いそう。私どんなあれ。でも柔道やりたかった、私がリリー。何それ。カズくん、ありがとう。本当にこれから1週間頑張れる。本当？ゆうちゃん、頑張って。コスプレ見たいね。何がいいと思う？東京オリンピック何種目見る？いっぱい行きたい。デコピン会？やだやだ、痛いじゃん。ハロウィンもうすぐ。ハッピーハロウィン。バイト中は取らなきゃいけないんだけど、その後入れるの。あ、そうなんだ。そっか、そうだよね。バイトはね、あんましていいとこ少ないもんね。一心伝心したい。トールンとできる日が来るでしょうか。俺の本名が何？あ、リリーっていうの。で、リリラーラにしよっか。もうね、サインボールくっそしぼんできてる気がする。そうなの、空気入れてよ、ちゃんと。だから先バス、だから先バス調べとくね。後ろの可愛い子は誰？そういう怖いのいいかよ。そういえばなんだけど、なんだけどって。3月ぐらいにスピンのイベント行きそうだよ。ほんと？嬉しい、ありがとう。わーい、
あゆみちゃんに会えるの楽しみ。アイドル、そう一応アイドルです。クッキー入れて、たっつんリリラーラもいい。いいじゃんリリラーラ、リリラーラ。うん、合ってるか。あ、おろし納豆くんこんばんは。とりあえず何も理解してくれしてないからたきさんに聞いてくれ。しといてください。てかたきちゃん来てないの。ウィンウィンじゃない、予約すぎ。本当ケロちゃんありがとう。でもね、今年の夏めっちゃ焼けたん。ウィンクできない。スピンダーさんにツイッターフォローしてきて、あ、ウッチーさんありがとう。久しぶり、久しぶり。おろしさん、サキバスって多分悪魔の女の子みたいな意味やと思う。ほう、どこ会える。うーん、あの最近では10月7日に渋谷で会えるかな。雑誌のっていつ頃、結果が来たらみんなに言います。まだかな、もう少しかな。何喋ってもかい。そんなことないわい。わい、まやちゃんありがとう。ラーラー何でもね、ラーラー、あの便利。いいねラーラ。自称アイドルってアイドルの底辺。どういうこと、自称アイドル。まあなんかスピンドルってアイドルとちょっと違う気がするのは機能性かな。まあアイドルなんだけど、なんかローラースケートだしスポーティーな感じするしみたいな。わーい、ありがとう。2月からだ。あ、そうなのか。ありがとうゆみちゃん、楽しみ。やったね。バッテリー少ないからいけ、充電してよ通る。ランラ、ラーラ、万能説。ありがとう、かずすくん。とめきさん、ありがとう。ほんまね、太ろうぜ。いや、太ったよ。だって最近なんか、この1週間ん ?1 週間ってか、この1ヶ月?2週間ぐらいで、ラーメンなんか5回ぐらい食べてる気がする。アイドル風、見える。あきくん、ありがとうね。九州、え、九州行きたい。雑誌なんか応援できることある。うん、ある。応募とかしてもらうかもしれない。またそれが詳しく分かったら伝えるね。スピンドルアイドル。いや、アイドルなんだろうね。なんか多分結成の最初がアイドルっていうか、パフォーマンスのローラースケートのダンスみたいな感じで集まってたりするから。でもアイドルらしさは増したと思う。ももとことちゃんは、で、ひめちゃんはもともとアイドルやってたから、なんかお手本かね。そう、スポーティーアイドル。あゆみちゃんね、早く会いたいです。モラーラもアイドルだよ。今なんかストレートに聞くね。わかんない。体重計ないの、家に。壊れちゃったの。買おう買おうって思って、この間お店で買おうと思ったんだけど、おもちゃ買っちゃって。忘れてた。おもちゃ買っちゃったの。ラーメン屋さんなの？ラーメンは豚骨。いや、いっぱい濃厚醤油とか、牛骨ラーメンも食べたし、濃厚塩ラーメンとか、テレビではちょっと鶏そば屋さんも食べに行ったし。どうでありがとう。もうね、ね、デビューで、なんやねん。ラーメン5回食べすぎだよね。だってさ、美味しいじゃん。気持ち悪いな、なんか今、自分。ラーメン大好きで、なんか結構好きなの、ラーメンが。お肉も食べたし、この間。なんかやばいな、ダイエットしようっていう感じ。光源氏だな。まあね。森さんちで歌います、歌ってる。スピンドライドル。
かね。え、なんか俺もそこそこ会いたい。そこそこかい。カズくんありがとう、かわいいって言ってくれて。あいつだと思ってった。タヌキントリオ、何それ、何の間違い。なんかマイクのおもちゃ買った。なんかあのスピーカーなんて言って、カラオケみたいなのマイク一本あればそれ買ったの。もうじゃあ鳥グループで例えたらホリケン。ホリケンさん、いやぶっ飛んでるじゃん。もうねって呼び方やめていい？嫌ならどうぞ。星投げ終了、ありがとう。家族くん濃厚塩ラーメンめっちゃ美味しいよ。口開けばモモっていう病気にかかったんだけど、それはモモ病ですね、モモ病。11時42分、なんでこっちの42分か。気持ち悪いってか怖かったよね。言わなくていいから。だからバイト後にラーメン。え、そうなの、幸せじゃないか、いいな。多分見た感じ40くらいか。何が年え、確かに壊れそうなものばかり集めてしまうよ。何がラーラどうした、君イメメン、何それ。九州はバリカタ替え玉3回ぐらい。そうなの、今大学友達も。え、ありがとう、あゆみちゃん嬉しい。そういうの嬉しいね。あとちょっとで延長しようぜ。いやこれはさすがに延長しない。お笑いトリオにはならないよ。モモネでいい、じゃあよし、タツンはそれでいけ。今夜でモモロスちょっと回収して、よかった。イエ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 イ、天気お姉さん見てみたい。え、モモネがいいね、タツンはそんな。ももちゃんのことドウェイン・ジョンソン。めっちゃかっこいい名前。え、それがいい。そうやって呼んで、ジョンソンさんって呼んでください。会いに行ってもいいんですか。え、来てね、模様かかってみたいな。ね、かかって、幸せだよね、幸せだね。唐揚げ、え、唐揚げも私大好きで、唐揚げとかよく買って食べる。さあ、ドロドロ系好きだけど、あっさりも、まあでもドロドロが濃厚系が好きかも。ほんとありがとう。乃木坂のファンの方たちに嬉しいですね。ずっともも、ね、お願いします。タツバイバイしたくない。嘘嘘かい。ローラースケート何年くらいしてる。2年くらいです。ごめんね、ラーラ分かんなくて。ももがちゃん、ももね、もう時間だね。でも、ね、こっちの時計では43分で、こっちの時計で終わりにするね。だからそっち多分46分ぐらいかも。ドウェイン・ジョンソン、何時に寝る。基本ね、2時ぐらい寝ちゃうんだけどね。適当かな。ラーメンも唐揚げも大好き。お肉も好きだし、お寿司も大好きだし。食べるの好きなの。だから今度、今度っていうかいつか美味しいものを食べるツアーしたいな。スケートできなくてもローラースケートできるかな。うん、なんかまた違うもんからね。乗ってあげ。Wait。さぐら。Why? モモネ呼び気に入ってるよ、ナース。あ、そうなの？あゆみちゃん頑張って。頑張ってる人はかっこいい。あゆみちゃん頑張って。嘘だよ、バイバイしないと早く寝ないとだからね。ゆずちゃん、安倍政権にしてください。いや、言えません。ドウェイン・ジョンさん、ちょっと長いかな。私言えないし。夜中何してるの？映画見たり、犬と遊んだり、家族とお話ししたり。まあ、みんな寝てるけど。ね、姫ちゃんでもね、桃ねえってたまに呼ぶよ。好きな食べ物一緒。そう、明日明日ね、決まってない。髪型楽しいね。10月7日はなんかファンミでさ、
ツインテールするって言ったけどさ、ちょっとはずワンマンライブでさすがにツインちょっと恥ずかしいなって思ったんですけど、どうですか？もぐもぐ、あ、45分になっちゃった。ではモモ病かかったら治りません。歌ってますよ。待って、お休みの時間ですね。はい、あ、じゃあ45分になったのでお休みにします。こっちでは45、私の時空では45分なので終わりにします。はい、皆さんありがとうございました。明日も頑張ってね。バイバイ。みんながいい夢見てね。ではでは。おやすみ。